はい、プレーボールどうも野球人です。横浜 DeNA が MLB 通算47発、待望の助っ人ガイア獲得説浮上、ジョーダン・ルプローということでございまして、はい、今回は DeNA の助っ人の話でございます。まだね、こう噂段階ではあるんですが、ジョーダン・ルプロー選手を獲得するんじゃないかっていうところがね、まことしやかに言われております。まあやはり DeNA に関しては外が対談して、誰かしらね、助っ人野手っていうのは入ってくるのは確実。その候補としてレイエスとかミゲル・サノとかね、名前は出ていたんですが、まあどれもね、そこまでピンとくるものではなかったと。そういう中で結構こう前からいいんじゃないかって言われていたこのルプローが、ここに来てね、噂になっているっていうところもあって、しっかりと見ていきたいと思います。ではね、まずこのルプローどういう選手なのかっていうところから見ていきましょう。はい、では見ていきましょう。ジョーダン・ルプロー、2014年 MLB ドラフト3巡目指名、出身地はアメリカ、1993年9月26日生まれ、30歳、185センチ、88キロ、ポジションは外野ファースト、右投げ右打ちの選手でございます。2017年にパイレーツで MLB デビューすると、2019年にはガーディアンズにトレード移籍し、15ホーマーを記録しブレイク。しかし、翌年以降レギュラー定着とはならず、2021年はシーズン途中にレイズにトレードされ、193打席で OPS 0.780 を記録。その後にダイヤモンドバックスへトレードされると、83試合に出場したものの結果を残せず DFA。 そしてさっきはブレーブス、ブルージェイズ、ツインズの3球団でプレーするも、39試合の出場にとどまっていたということになっております。はい、このジョーダン・ルプロー選手、まあメジャーでバリバリレギュラーを取っていたわけではないんですが、まあでもこう毎年ね、安定して試合に出ていた選手ということになっております。ただまあ去年はね、なかなか結果残せずっていうところもあって、昨年10月23日に FA ということになっておりました。ただそんな中で今回 DeNA が調査しているんじゃないかというね、噂が出てきておりまして、まあその発信源がこちらでございます。まあこのね、 X のアカウント、1万人ぐらいね、フォロワーいる大型アカウントでございます。この人がまあ DeNA ベイスターズがあるプロに興味を示している模様とね、つぶやいておりました。まああくまでもこうファンアカウントではあるんですが、いろいろこう MLB の情報とかNPB の情報とかをね、こう英語で発信している方ということになっております。まあなんでどこかの記者とかそういう方ではないんですが、まあただスティーブンソンですね、彼の日本ハム入りをね、前日にこうリークしていたっていうところもありまして、信憑性がないわけではないと。まあしかもね、この人に関してはちょこちょこね、私も見ることはあるんですけど、別にこう変なことをつぶやいている人でもないですし、まあ割と入ってきた情報を引用元乗っけて発信されている印象でございますんで、まあこの情報が正しいかどうかは分かんないんですが、まあこう変にね、悪意のある方とかではないのかなというふうには思いますが、ではそんなジョーダン・ルプロー、どういう成績を残しているかっていうところもね、見ていきましょう。はい、では見ていきましょう。ルプローの成績、 MLB 通算は362試合で2割1分2厘、918打数の195安打47フォーマー、オーベースが 0.737 という成績になっております。メジャーではだいたい350試合ちょっとかなぐらい出ておりまして、打率は低いんですが、ホームランが47本、長打力はしっかりあると。でさらに出塁率が3割1分4厘と、非常にこうね、選球眼が良く、フォアボールがたくさん選べるっていうところが特徴でございます。そのためこれだけね、打率は低いんですが、 OPS も 0.7 を超えているということでございます。でキャリア編は2019年になるのかな、85試合で2割7分6厘、225打数の62安打15ホーマー、 OPS が 0.923 という成績でございます。まあ規定とかにはね、立っていないんですが、まあそれでもある程度の成績っていうのは少ない打席数の中で残せているということになっております。ただ去年に関しては39試合で2割8厘77打数の16安打2ホーマー、 OPS が 0.647 と、あまりね、結果を残していなかったということになっております。まあ打率も2割ギリギリで、相変わらず出塁率は高いんですが、まあやはりこう不調だったというところが言えるのかなと。でトリプル A では51試合で2割4分2厘186打数の45安打8ホーマー、OPS 0.777 という成績になっております。はい、まあトリプル A でもね、抜群に打っているわけではないんですが、まあでもね、 BBK はまずまずで、出塁率も相変わらず高い、メジャーので実績等を考えれば来日候補として気になる選手かなというところではないでしょうか。で総評を見ていきましょう。実績のあるプルヒッターですね、引っ張り方向の打球が多い選手です。でキャリアを通して高い BB パーを維持しており、ゾーン管理は優秀でございます。まあやっぱね、メジャートリプル A の出塁率見て分かる通り、本当にね、こうフォアボールを多く選べております。やっぱこう近年ね、フォアボールの大事さっていうところは NPB にもね、伝わってきておりますし、まあ阪神とかそれでグッと成績を上げていたということでございます。まあ DeNA はやっぱ
毎年そこが厳しいっていうところもありますんで、そういう選手は欲しいとこではありますよね。まあ、さらに対左投手に別方強いというね、特徴がありますんで、こう起用法次第ではかなりの成績を残す可能性もね、秘めているのかなと。で、それでもって走力も MLB 平均以上。足はね、全然遅くありません。で、守備に関しても、両翼で非常に安定した指標を残しております。まあ、センターはさすがにってとこではあるんですけど、ライト、レフト、ここをね、まあ本当堅実に守りまして、UZR、それ以外のスタッツも上々ということになっております。スマホと守備が上手いんですよね。まあだからこそね、メジャーでもたくさん試合に出れていたのかなってとこはあるんですが、まあなおかつファーストのオプションもあるということでございますんで、まあ当然外野もそうなんですが、外がね、出ていってしまったっていうところはあります。オースティンがどこまでやれるかっていうのはわかんないですし、そういうところで言うと、やはりですね、外野もそうなんですけど、ファーストができるっていうところは非常にね、DeNA にはフィットするんじゃないかなっていうところもありますし、まあこういろいろ上がってきていたね、選手の中では、個人的にはまあ一番見てみたい選手かなというところは思っていたんですが、まあそういう中で今回こういう噂があって、もしね、仮に獲得となれば、本当にこうピンズドな補強にはなってくるのかなというところでございますが、はい。ではまあそんなね、ルプロでございますが、DeNA の外野手事情っていうところ、この辺もね、しっかりと見ていきましょう。はい。では DeNA の外野っていうところですね。見ていきましょう。DeNA の昨シーズンの外野手成績、50打席以上の選手を抜き出して見ていくと、まあ、佐野選手が613打席で148安打13ホーマー、打率が2割6分4厘、OPS 0.711、関根選手が532打席で126安打4ホーマー、打率が2割6分1厘、OPS 0.642、桑原選手が179打席で108安打7ホーマー、打率が2割5分2厘、OPS 0.674という成績になっております。はい。まあ、レギュラーっていうのはね、割と固まっておりまして、この3選手が規定に到達。ただですね、佐野選手は状態を落としておりましたし、関根選手、桑原選手も、まあ、守備はいいんですが、ちょっとね、打力っていうところが物足りなかったのが昨シーズン。で、控えで言ってもね、太田選手が186打席で、38安打4ホーマー、打率が2割1分7厘、OPS が 0.618、楠本選手が176打席で30安打2ホーマー、打率が1割9分1厘、OPS が 0.539 と、まあサブで期待していた、太田選手、楠本選手、彼らがね、ちょっと不調っていうのが痛かったと。で、50打席以上のね、選手で言うと、梶原選手、上沢選手、で、海老名選手らがいるということでございますが、いずれもね、こう、打撃ではそこまでアピールできなかったということになっております。まあまあなんで、割とこうレギュラーは固まっているんですが、やはりね、こうやって見ていくと物足りなさっていうのは当然ありますし、現にこう DeNA の外野チーム成績っていうところ見ていくと、打率が2割4分5厘、OPS が 0.641 ということになっております。まあやっぱ、打てる人がね、たくさん並んでいる外野手でございますが、それでこの OPS っていうのは寂しいですし、12球団中11位、まあやっぱこう12球団並べてみても下から数えた方が早いということになっています。まあやっぱこうどうにかしなければならないポイントでありました。で、それもあってドラフト1位で渡来選手を補強していたっていうところはあります。まあね、普段ならなかなか行かない外野手っていうところ、まあそこをね、決断せざるを得なかったっていう事情もありますんで、それくらいやっぱね、深刻ではあったんですが、ただやっぱね、渡来選手を取ったとはいえ、高卒社会人1年目、ルーキーイヤーからバリバリね、やれる可能性の方が、やはり高くはないので、そう考えれば、まだまだ外野っていうのは不安材料が多く、外野の助っ人っていうのはね、間違いなく必要だったのかなっていうふうに思います。そういう中で、まあ誰をチョイスしてくるんだろうっていうところはあるんですけど、守備面が不安なレイエスとかよりもね、しっかりと守れて、高い出塁率、メジャーでもある程度実績のあるルプロ、彼が来てくれれば、まあ本当にね、助かるなってとこもありますし、非常にこう、いい感じに、打線としてもね、ぐっと厚みが増すんじゃないかなっていうふうに思いますんで、まあまだこう、あくまで噂段階ではありますし、まあメディアとかでね、調査報道が出ているわけではないんで、なんとも言えないなっていうところではあるんですが、まあ今後もですね、DeNA の助っ人補強っていうところ、要注目かなというところでございますし、まあルプロでなくてもね、まあこれに近いね、外野手を取ってきてくれればなってとこではあるんですが、まあまあどうなってくるのかなと。はい。では今日は以上です。最後ね、ネットでの反応を見ておりましょう。はい。ではネットでの反応ですね、見ていきましょう。ルプロ規定バウアー残留なら、DeNA 君、ようやりすぎとるもんなということで。まあそうですね、今回まあルプロの話が上がってきて、どうなるかわかんないんですが、仮にまあ実現するとなれば、打線の強化にもつながりますし、ピッチャーで言ってもね、ウェンデルケン残留、ウィック・ジャクソン、そして K、3選手がね、加わったということになっております。まあ、やっぱこう今永選手が抜けてしまった分、しっかりと補強っていうのは進めておりますし、FA でもね、戸柱選手、石田選手あたりは、しっかりと残留を決めております。それでもって、バウアー。まあ、彼が本当どうなってくるかってのはわかんないですし、
時間かかるかなってとこではあるんですが、まあ仮にこうルブルを取ってバウアーも残ってくれればね、まあまあ本当にこう戦える布陣になってくるんじゃないかなというふうに思いますし、こう去年同様ね、優勝争いっていうところしっかりとこう食い込める布陣にはなってきているのかなというふうに思います。まあまあ本当去年のシーズン終了時点では戦力が多く抜けて、まあ、本当にどうなってしまうのかなっていうふうには言われていましたが、やっぱね DeNA フロントもしっかりとこう勝ちに行くっていうところはずっとあるのか、いいね補強の動きっていうのはついておりますし、やっぱこう一日一日ごとにいけるんじゃないかなっていうねところもファンの間でも芽生えてきているのかなというふうに思います。まあやっぱねこうしっかりとフロントがお金を使って選手を取ってきてくれているっていうねところはありますんで、まあぜひねこう順調にその補強が進んで今シーズンね万全の体制で臨めればなっていうところでございますが、でこちら見ていきましょう。オースティン計算になんか入れられないんだから、ルプローもザン・ユーチェンも両取り戦かということで、でまあ一方でねもう一人こう割と言われているのが台湾のジャン・ユーチェン、パンチ力のあるショートストップということになっております。まあやっぱ DeNA 的にはですね、外野もそうなんですけどもう一つ穴なのがショート、ここがまあ非常に厳しいということになっております。でそういう中でこのジャン選手が NPB に来るんじゃないかっていう話が上がってきて、実際ねオファーを出している球団があるというところも言われております。まあそこがどの球団かは分かんないですし、まあ彼もねメジャーとの契約優先でもうちょっと時間かかるんじゃないかなっていうふうにも言われておりますが、こう本当に勝ちに行くんであれば取りに行ってもいいのかなというか、まあオースティンがね契約最終年っていうところもありますが、まあどれだけ出れるっていうのか分かりません。もしルプロもジャンも獲得してバウアーも残留となれば、かなりこう外国人枠っていうのも膨れてしまうんですが、まあでもやっぱねオースティンが出れないっていうことを考えれば多めに取っておくぐらいの方がいいんじゃないかなっていうのはありますし、まあ、理想を言うとそういう感じにはなってくるのかなっていうふうに思いますが、まあ、たださすがにルプロもジャンもね保険の選手ではないんで実現はねなかなか厳しい気もするんですが、やっぱ最善を尽くすとなればそういった布陣にはなってくるのかなというところでございますが、はい、というわけで今日は以上です。よければチャンネル登録コメント高評価などいただければ嬉しいです。野球人でございました。せーのゲーム瀬戸ありがとうございました。